第26代、クロフォード伯爵ジェームズ・リンジー第26代、クロフォード伯爵及び第9代バルカレス伯爵ジェームズ・ルードビックリンジーは、イギリス・ビクトリア朝時代の天文学者である。王立天文学会のメンバーとなり、1878年から王立天文学会の会長を務めた。若い頃から天文学に興味を持ち、スコットランドのアバディーンシャーのダネクトに、 父親と共に施設の天文台を建設した。観測機器を揃える一方、当時最も貴重な天文学文献のコレクションであるビブリオテカリンデジアナを作り上げた。1870年に日食の観測のためにスペインのカディスで観測を行い、1874年に金星の日表通貨をモーリシャスで観測を行った。1888年に エディンバラ王立天文台が閉鎖されようとしたとき、クロフォード博は観測設備とビブリオテカリンデジアナを新天文台の建設のために寄付した。これによって1896年にブラックフォードヒルに新しい天文台が設立された。1878年に王立協会フェローに選出され、1896年にはアザミ勲章を受勲した。ありがとうございます。